MLB、ロッキーズ、ドジャース、6月18日、日本時間19日、デンバー。ドジャースの大谷翔平投手が、1番 DH で先発出場。6回の第3打席に2試合ぶりとなる20号ソロを放った。6月では6本目、直近8試合で5本目となる量産体制でリーグトップに並ぶとともに、 日本人メジャー選手としては初となる4年連続で20号に到達。5度目となるシーズン20号は松井秀喜氏に並ぶ日本人メジャー選手最多。センターバックスクリーンに飛び込む飛距離476フィート、145メートルは今季自己最長 &MLB 最長の超特大弾となった。昨日の試合、 死球による骨折で先線離脱したベッツに代わって今季初めて1番で先発出場した大谷は、同17日ロイヤルズ戦で放った18号、19号の2打席連続弾に続く2試合連続ホームランこそならなかったものの、5打数3安打1死球。先月15日のジャイアンツ戦以来となる今季8度目の猛打賞に加え、4度の出塁で1打点2得点。 走っては今季16個目の盗塁を決めるなど打って走って躍動。チームの連勝に貢献してここ7試合での打率を360、オプス1.404と押し上げた。そんな中、校長をそのままにチーム75試合目で飛び出した今季20号でシーズン43.2本ペースに上昇。自身メジャー5度目、4年連続となる20本超えで史上6人目となる。 40本塁打、40盗塁の快挙達成も射程圏内となっている。不動の一番であるベッツ、さらに今季6勝を挙げている山本由伸など、相次ぐ主力の離脱によって苦しいチーム状況は続くことになるが、昨季6月に15本のアーチを放って29打点を挙げるなど、打率394で月間 MVP にも輝いた大家のバットがチームを救う。